やってないやつ。どんな感じの曲欲しいですか？バラードなり、何でも出するんだして、そのアルバムの色に合わなければ外すし、外してまた別枠で新曲としてやればいいしさ。だ別に何出してもらってもいいんだ。はい。らしいです。テーマ？ちょっと待って。まあ、テーマはアネモネです。まあ、今までとはまたちょっと違った曲とかが多めかなっていう感じですね。うん、あえて言うならなんだろうな、初めてやる CD なんで、やっぱり挑戦。はい、まあ、いろんな角度のアネモネの曲が詰まってるかなと。そうなんですよ。そう、カットなんですね。漫画読み出した。デモですよね。漫画読み出した。もう今来るとき、今日は何の漫画読もうかな。漫画を読みながら応援するのが。そう悪くはなかった、その最後だけ撮ってみるか。行かないでね。うん、B メロからやり直し。 B メロからだ。今日は二人ゆっくりとこの景色を、日が暮れるまでずっと眺めよう。なんか前半の音が取れない。前半の音ね。わ、最初で転ぶようになっちゃったな。あ、監督おはようございます。監督おはようございます。監督おはようございます。チケって。すいません。ん、起きたら5時でした。起きたら5時だった。起きたら5時でした。止めた。止めた。うん、動きパートも別に撮るから、じゃあもうほんとここから動かないよ。超動いてるよ。さっきみたいに動いてる。いや、楽しかったです。なんかもう自分の頭の中に描いてることをこう実際に形にしていくっていうのがあんなに楽しいとは思わなかったです。もう
大変でしたよ。でも大変よりまあ楽しいの方が勝ってはいたけども、そうですね、あの朝早く起きて、まあ午前4時ですか、真っ暗の中起きて、はい、行ったところですね。あとはやっぱりその大変だったんですけど、あのまあ朝日がとても綺麗でした。お疲れ様です。今日どうでした？寒い。朝早くからあの集まってくれてありがとうございます。全部切れてっから君ほら残念大事大事、おでこ出してた。おでこどうもあのこんなに朝早くから集まってくれて本当にありがとうございました飛べ飛べ飛んで、大好きです。こう家にこもってこう練習して温めたものをこうバーンって一気にね外に出す、そういう瞬間だから、練習してきたことをやっとこう皆さんにお見せできる場なんで好きですね。はい、あとはまあ私たちが楽しいのもそうなんですけど、まあそれを聞いたり見たりしてくれるお客さんにも楽しんでもらえる時間、まあ30分なりちょっとの時間だと思うんですけど、その中で楽しんで楽しい時間を今日楽しい時間を共有できるっていうのがいいかなと思いますね。はい、リセットしたバー
ごとに誰かが何かしらのトラブルに見舞われるというね。でなんかもうほんとこう一人ずつなんか何かしらやるたびにあるから、次は私からっていうね、そういうちょっと恐怖はあったんですけど、はい、こけそうになったり、いやこけちゃったりとか、まあ、ドラムの方で倒れ込んだり、ギターの音が突然出なくなったり。一番やらかしたなっていうのはやっぱりこけたこと、うん、転んで、あれは確かね、調子こいて一回転回ろうとして転んでハイハットに突っ込んだってやつですね。一番最高なバンドじゃないかなって思ってるから、そういう意味では人生、家族ですかね。もう第二の家族みたいな感じ。最大にして最高の娯楽ですね。これなしではもう生きていけないっていう、うん、私にとってアネモネとは、そうですね、5年ぐらいですか、経つと思うんですけど、もっと経つか、5年ぐらいかな、大体できてから経つと思うんですけど、そこ、一言で言うと、アネモネって言えばバンドっていうか、こうアネモネという場所というか、はい、まあ居場所というか、ですね、まあ、バンドなんですけど、なんかそのまあ空間、アネモネっていう、まあ、4人が集まった時にそこでできる空間かなって思いますけどね。はい。
がとうございます。また気をつけて帰ってください。ありがとうございました。ですね、また来年からもどんどん今までより一層頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。もう今年もいっぱいライブもしましたけれども、あのみんな来てくれた皆様とかもあのすごいありがたい存在です。来年もぜひアネモネよろしくお願いします。2013年も無事にアネモネ終えることができました。また2014年もまた一歩新たなアネモネとして、またいっぱい皆さんと楽しいことしていきたいと思いますので、ぜひぜひ引き続き応援よろしくお願いします。私たちとしてはいろいろ、まあもちろんライブもしましたし、とやっぱり新しいことにたくさん挑戦してきた2013年だったなと思います。まああとは2014年も、まあ、2015年もずっと続いていくと思うんですけど、まあ、来年もまたいろんなことに挑戦して皆さんと一緒に楽しんでいければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。いいことを言いました。よろしくお願いします。